今日は R5C と R3 どっちがいいのかっていうのをちょっと雑談をしてみたいと思います。こんにちは、週末クリエイターのコピです。今日はね、 R5C とあの R3 とちょっと質問いただきまして、どっちがいいんでしょうっていう、すんごい難しい質問ですね。もうこれあのケースバイケースなんですよね、結論から言うと。だけどまあ一応自分が思うところの、まあ、両方使い分けたりはするので、まあ、こんなシーンだったらこっちが向いてんじゃないでしょうかみたいなのを、まあ、少しカメラ雑談ということでおしゃべりしてみたいなと思います。R5C と R3 と大きく違うのは、一つはサイズ感がまあ違いますと。で、あと、その、ロー収録も、片方はまあシネマですけど、まあ、片方はスチール機のロー収録であるっていうことで、まあ、この辺はあんまり、なんでしょうね、あの、ものすごく本格的に動画をやる人以外は、あんまり関係ないかもしれないですね。まあ、R3 に備わってるローも十分綺麗なんで、普通の人が使う分には動画性能っていう意味だったらもうあんまり差を感じないかもしれないですね。まあ、やっぱり大きくサイズ感が違うっていうところと、その自分も使い方として一番気になってるのは、動画と写真のスイッチングする時の速度感が違うというところですね。あんまり R5C でこれを気になるってコメントされてる方は少ないのがちょっと自分的には不思議なんですけど、特にこう動画から写真に切り替えるときに R5C の場合ですね、やっぱりあのシネマのファームをシャットダウンするのに結構時間かかるので、割とそのクライアントワークでは正直使ってないですね。その切り替えが含まれる、切り替えを割と迅速にやらなきゃいけないような撮影の依頼の中で R5C っていうのは僕は使ってないですけど、あのプライベートの撮影とか、あの友達を撮影したりするときとかも、まあ、たまに R5C を、まあ、まだ、なんでしょうね、こう、本番に投下する前の練習段階みたいな感じで使ってるんですけど、お試しとして使ってる場面が多いですけど、その、切り替えのタイミングでやっぱりどうしても、待たせることにはなってますね。ちょっと待ってくださいねって声かけして、切り替えますみたいな感じになっちゃうんで、まあ、それが自分の運用だと結構致命的になる場面が多いですね。あと、いただいた方、質問いただいた方が、キャノンの 80D、APS-C のカメラですかね。僕も 50D、60D って随分昔に使ってたことがあるんですけど、それの後継機かな。なんで、多分クライアントワークやられてる方ではないんじゃないかなと思うんですけど、あの、写真と映像の比率が 50%、50% ぐらいで使ってますっておっしゃってるんで、その写真と動画の比率っていう意味では私とかなり近いかなと思いますね。で、クライアントワークやるかどうかかなと思ってて、それも、まあ、映像にすごく偏った、もうほぼ映像しか撮りませんと。ミュージックビデオとかみたいに映像をほぼ撮ってて、その、この時間帯は映像を撮ります。で、一番最後にアーシャ撮りますみたいなことであれば、別に R3 みたいなスイッチング速度はいらなくって、R5C のスイッチング速度が仮に遅いとしても全然大丈夫ですよね。もうどうせセッティングも変えちゃうので、あんま関係ないですね。その数秒ぐらいの差ってほとんど問題にならないと思いますけど、まあ私がやってるようなワンコと家族の撮影の中で、もうこのシーンを映像でも写真でも収めるっていうような撮り方をしたい場合は、ちょっとネックになるとは思います。まあそういう時は R3 とか、まあ、むしろ R5 でいいんじゃないかなっていう気がしてますけどね。R5C にこだわる必要も特段ないかなと。まあ R5C が R5 と違って優れてるのは、その熱問題のところが解消されてるっていうところと、まあシネマ EOS のファームが搭載されて、まあ、ロー収録の柔軟性がかなり上がってるってことなんで、ロー撮影までやっちゃうっていう人に対して結構メリットがあるカメラなんですよね。そこまでやらない人であれば、オールイントラでも相当綺麗な映像を撮れるんで、R5 の方がむしろあのコンパクト、R5C よりもさらにコンパクトですからね。なんで R5 の方がむしろ向いてるかもしれないなと思ったりはしました。で、R3 のデメリットというかちょっと困りごととしては、やっぱり、まあ、こんな感じで本体のサイズがもう全然大きいので。
ちょっとカメラバッグに入れて持ってくっていうにはでかすぎるところがありますよね。まあそれでも 1DX とかに比べたら全然軽い方だと思いますけどね。まあここは正直プライベートでも持ち歩くのかどうかとか、サイズ感とか重さとか何を重要視するかによって全然選択肢が変わっちゃうので何とも言えないとこですけど、差を言うとしたらそんな感じかなと思います。あとは音声周りか。音声周りもこれ R3 と R5C で言ったら両方ともマルチアクセサリー集が搭載されてて、まあ、マイクも接続できるのであんまり変わんないかなと思いますけど、まあ、本体のマイクのクオリティで言うとやっぱり R5C は R5 譲りのモノラルマイクなので、まあ、本体のマイクで収録しようとはちょっとあんまり思わないような感じのクオリティかとは思います。別に汚いわけじゃないですけどね。ただあのくぐもって聞こえたりとかするということで、あんまりクリアには取れないかなっていう感じで、逆に R3 に関しては結構本体のマイクでもクリアに取れるんで、まあ、ウィンドジャマーとかそういう対策はいるかもしれないですけど、まあ、仮に本体だけ持ち歩いてもそんなに問題なく音声収録はできると思いますね。音声周りはマルチアクセサリー集がついてるっていう意味ではそんなに差がないで、本体の内蔵マイクだったら結構クオリティに差があるっていうことなんですけど、クライアントワークまでやろうと思ったら割と差があるかなと思っていて、まあ、こっちは確か2チャンネルなんですよね。そのマルチアクセサリー集を使って収録するときも、2チャンネル収録のはずなんですけど、これちょっと後で調べないとダメですけど、 R5C は4チャンネル収録になってるんで、マルチアクセサリー集経由でマイク入力して、かつ 3.5 ミリのステレオプラグでもマイク入力できるっていうことで、まあ、4チャンネルで入力できるというのは結構違うかなと思います。なんであの外部マイク、オンカメラのそのデジタルの外部マイクつけつつ、まあこっち側の 3.5 ミリのプラグでワイヤレス GO2 とかああいうワイヤレスマイクを収録してあげて、まあ両方ミックスして使うっていうのもできるし、まあ、保険かけるっていう使い方もできるっていう感じですね。まあ音声の自由度はやっぱり掘り下げていったら違うかなと。だからなんか掘り下げていった時の自由度が違うって感じですかね。こっちとこっちで比べたら。映像もそうですよね。掘り下げていった時に、まあ、さらにいろんなことができるっていうのが R5C で、まあ、ローで一定かなり綺麗に撮れるんですけど、それ以上の掘り下げっていうのはなかなか難しいのが、そのスチール機に備わった動画である R3 っていう感じ。まあ、掘り下げしろが違うって感じかな、イメージとしては。まあ、プライベートで使うんであれば、R5 もそんなに安くはないですけど、写真と映像のスイッチングが結構気軽にできるし、まあ、R5C よりさらにコンパクトな感じのカメラになってますから、R5 もかなりおすすめですけどね。で、80D からだと多分 R6 ですら相当クオリティ変わって見えると思いますけどね。まあでも最後は、その、どのカメラが使いたいかで決めるっていうね、この店頭で触ってみるのが一番いいかなと思いますけど、で、あとはその、ね、どっちにしても高い買い物になっちゃうんで、まあ、すごく迷われるんであれば、レンタルで借りてみて、で1日とか試してみて判断するっていうのも全然ありじゃないかなと思います。ちょっと極端な話ですけど、買ってみてダメだったら売っちゃうっていうのもありですけどね。まあ、リセールがかなり、カメラ本体だったら買った直後は高いので、まあリセールの値段いくらぐらいで売れるのかなって確認した上で購入しといて、まあ、ダメだったら売っちゃうっていうのもありだとは思います。僕も結構機材売って回転させてる方なんで。ということでね、コメントいただいて大変ありがとうございました。R3 と R5C は性能面での比較なんかもどっかでやりたいなと思ってるので、また動画を出す可能性はありますけど、まず一旦コメントいただいたことに対しての、まあ、おしゃべりでの回答っていうね感じにしてみました。だいたいコメントいただくとコメントではお返ししてるんですけど、まあ、動画でもうちょっと詳しくしゃべりたいなっていう場合は、まあ、こんな感じで少し短めの動画でね、お出ししていきたいと思いますので、まあ、特に R5C、R3、C70 は今保有機ですし、その前に R5、R6 とかも使ってましたし、まあ、ソニー機、パナソニック機なんかも使ってたのでね、なんかそのメーカー間の違いみたいな話もある程度はできると思うんですけど、気になるポイントを質問いただければ私が分かる範囲で、まあ、あくまで自分の考えですけどね、自分の考えとしてお答えできることはあるかと思いますので、コメントとかも引き続きいただけたら励みになりますんで、よろしくお願いします。
ということでね、今日はカメラの違いについて少し雑談してみましたけれども、また R5C のレビューとか細かく出す予定のものがありますので、ちょっと短めの動画で出していこうかなと思いますね。もう30分ぐらいの動画が結構続いたりとかしたので、コンパクトに機能を切り分けて、ちょっと出していければなと思っていますので、R5C とか R3 とか、C70 とか、そのあたりの機種に関して興味がある方は引き続き見ていただけたら嬉しいです。基本的にはカメラの話とか、あと撮影の話とか、まあそれ以外のガジェットの話なんかを多くやってるチャンネルになりますので、そういった内容に興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。